はい、皆さんこんにちは、 IGN ジャパンのくらべです。キングダムハーツ3の発売あと1ヶ月切りましたね。でグーフィーの真似したらダニエルさんに怒られそうですが、とにかくですね、13年を経てついにやってくる3がですね本当に楽しみなので、今日は、その注目ポイントを10個ご紹介していきたいと思います。キングダムハーツの一番の魅力は何といっても様々なディズニーの世界を訪れることができる点でしょう。しかしアクション中心の本シリーズはこれまでに探索の幅がかなり限られていました。ところがキングダムハーツ3は塔の上のラプンツェルのワールドの城下町のように街がより賑やかになっているようです。トイストーリーのワールドであればアンディの部屋はベッドの下まで作り込まれており、外に出ればアメリカの閑静な住宅街やおもちゃ屋を隅々まで探索でき、過去作よりもずっと作り込まれています。ディテールと豊富なインタラクションでディズニーの世界はこれまで以上に命が吹き込まれていることでしょう。キングダムハーツ3の基本的なアクションはシリーズのこれまでに忠実な内容ですが、その基本を踏まえながらも信じられないほど多彩な遊びが作り出されています。ワールドごとに異なる連携技やギミックがあり、一つのステージのために用意されたとはとても思えないほど奥深い遊びになっています。一つ一つの場面に合わせて新しい遊びが取り入れられ、簡単な操作系で進行する多彩なアクションを見届けるだけでも楽しそうですね。次のワールドへ旅するグミシップはキングダムハーツ3でも健在で、相変わらずカスタム要素が豊富みたいです。しかもこれまではレールに沿ってシューティングゲームのように進行していたグミシップでの移動はオープンワールド化したらしいです。自分の作ったグミシップで自由自在に宇宙を旅し、壮大な旅を楽しみましょう。キングダムハーツ3のバトルをより多彩にしているのは種類豊富なキーブレードです。塔の上のラプンツェル、モンスターズインク、ベイマックスなどそれぞれのワールドで入手したキーブレードを戦闘で使い分けることができ、どれも異なる挙動やアニメーションがありますし、スペシャルアタックにしてもその世界観を再現したものが楽しめます。他にもディズニーのアトラクションを模したようなスペシャルアタックがあり、ティーカップやメリーゴーラウンドが必殺技のようにゲームに落とし込まれているというキングダムハーツならではの光景が見られます。グミシップに乗っていろんなディズニーの世界を訪れるソラとグーフィーにドナルドは、ゴーに行ってはゴーに従いを体現しています。トイストーリーのワールドへ行けば人形、パイレーツオブカリビアンでは海賊、モンスターズインクになるとサリーとマイクのようなモンスターの姿に、新しいワールドでの冒険と同じくらいソラたちの新しいルックスを楽しみにしてしまいそうです。地味に聞こえるのかもしれませんが、ラプンツェルの髪は僕がキングダムハーツ3で最も期待しているポイントの一つです。彼女が仲間に加わるとその長い髪を縄のように使って木に束ねて移動したり、武器のように使ったりすることができるようになります。しかしそれ以上に注目したいのは、彼女の髪が風になびいたり段差のあるところで落ちたりしてリアルな地形や環境に反応するところです。これだけ長い髪のキャラクターはゲームにおいてほとんど前例がなく、開発がものすごく大変だったと聞きます。ラプンツェルの髪の細かい描写に注目すれば開発時の苦労も少し報われるはずです。ディズニーのさまざまなワールドを訪れるキングダムハーツシリーズはまるでディズニーお祭りのようなゲームですが、ワンワン物語や王様の剣のワールドまではさすがに期待できません。しかしマイナーな映画や登場人物も NPC や召喚魔法で登場したりします。本当に全てのディズニーファンのために何かしら用意されていますし、ファイナルファンタジーをはじめとするスクエアエニックスのゲームのイースターエッグも適度に盛り込まれています。探索すれば常に何かしらで報われそうですね。これまでは召喚魔法と呼ばれていたシステムはキングダムハーツ3ではリンクとして復活し、戦闘中にアイコニックなディズニーキャラクターを呼ぶと一定時間ともに戦ってくれます。まるでテーマパークのように楽しい演出は前作同様で、実際にゲームプレイで召喚したキャラクターと連携を取ることになります。例えばシュガーラッシュの主人公レッグイットラルフは敵の近づけないブロックを設置してくれるので、敵を巻き込んで倒すような連携が取れます。他にもどのようなリンクが登場するのか、そしてどのようなゲームプレイがあるのか、こちらも大きな期待ポイントでしょう。正直に言うとキングダムハーツ2の時点でストーリーについていけなくなった僕は、
全体の物語にはあまり期待していません。とはいえ、ここのディズニーワールドで展開されるストーリーは別です。アニメと見まごうクオリティのカットシーンは、それこそタイムレスなディズニー映画を見ているような気分にさせられますし、トイストーリーやベイマックスといった 3D アニメはもともとゲーム化しやすいのか、ソラたちがその世界を訪れても全く違和感はありません。未公開のワールドは何があり、そしてそこでどのような物語が展開されるのか、今から楽しみですね。 D23 Expo Japan におけるキングダムハーツ3のプレゼンテーション映像で、野村哲也さんはラストステージについて語っていました。 FF の頃からずっとやりたかったことをやっと実現することができたと。他のスタッフもこのラストステージについて、いろいろ何でもできる、いや、これまでの集大成といった気になる言葉を漏らしていました。13年も待った続編はまだいろいろと謎に包まれていますが、少なくとも最後はすごい何かが待っているらしいのです。